どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、またね、皆さんに残念なお話をね、しなきゃいけないわけなんですけども、ギフティっていうサイトでですね、マジカドンペイギフト券っていうのが、Apple Pay でね、今まで購入することができていたんですよね。これがですね、残念ながら購入することがですね、一時停止がね、発表されてしまいましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、ドンキーホーテルね、公式サイトで、このね、ギフティで、マジカドンケイギフト券っていうのがですね、購入が一時停止がね、発表されてしまいました。私のね、動画の中で、紹介させていただいている内容としてはですね、影響を受けるのはですね、まずね、こちらですね、先日ね、ANA マイル最大還元率 2.05% で開設させていただいた、このね、T カードプライムクレジットカード、まあ、こちらもですね、今回の影響がね、まあ、受けるっていう風になっておりまして、またね、こちらですよね。各種アメックスのクレジットカードで投資信託をですね、マジカギフト券購入して、最終的に楽天キャッシュで購入されてた方はですね、今回の対応でね、購入することがですね、今までね、満額ポイント取れてたわけなんですけども、これがね、利用することができなくなったっていう風になるんですよね。まあ非常にね、残念なわけなんですけども、まあしばらくね、まあ再開しないのではないのかな、なんていう風に思いますので、今回の動画ではこちらがね、利用することができなくなった影響についてですね、解説していきたいな、なんていう風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければな、と思います。ということで、こちらね、ギフティのね、公式サイトっていう風になっておりまして、ドンキーホーテルね、マジカギフト券が300円、まあ1回ね、3枚まで購入できますんで、まあ900円か、まあ私がやり始めた時はね、もうこの300か500しかなくて、まあ1回900か1回1500かね、まあどちらかしか購入することができなかったわけなんですけども、まあこれがですね、Apple Pay で今までね、購入することができていたわけなんですよね。で、こちらね、公式サイトを見るとね、入荷待ちということで、まあこのね、1000円とか3000円とかもあるんですけども、これずっと入荷待ちになっててね、ああ、今入荷待ちなんだ、なんていうふうにね、思っていたわけなんですけども、こちらね、ドンキホーテのね、公式サイトの方にですね、こちらはね、記載されておりまして、ギフト以外の利用が多いため、販売を見合わせておりますということで、2023年のね、9月の27日よりですね、このね、ギフティのサイトで、このね、マジカギフト券っていうのは購入することがですね、今一時停止されているっていう風になってるんですよね。これね、ギフティのサイトにはね、一切そんなことね、書いてないと思うんですけども、残念ながらですね、このね、ドンキーホーテの方にはですね、まあギフト以外の利用では多いためということで、まあ楽天キャッシュね、買ってる方はね、非常に多かったのではないのかな、なんていう風に思うんですけども、まあ購入することがですね、残念ながら、できなくなってしまったんですよね。一応ね、一時停止、まあ見合わせということで、まあ一時停止にはね、なっているわけなんですけども、まあこれね、再開すること来るんですかね。ちょっと個人的にはね、そのまま消滅してしまうんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ今現時点はですね、こういった形になってるんですよね。まあ再開したとしてもですね、今ね、ここ、Apple Pay でね、このギフティでね、購入することができてたので、まあこれがね、なくなってしまうんじゃないかな、なんていうふうに思いますかね。まあ非常にね、残念なわけなんですけども、まあこういったね、発表、まあこういった対応がね、まあ行われたっていうふうになるんですよね。でですね、今回ね、この対応が行われたことによってですね、どういった影響が出るのかっていう話なんですけども、先日ね、紹介させていただいた T カードプライムクレジットカードですね、こちらは日曜日の利用分がですね、1.5% 還元が取れるクレジットカードっていう風になってるんですよね。ですので、1.5% 還元を日曜日ということで、日曜日に ANA Pay にチャージしていただくと 1.5% 還元。で、こちら T ポイントが貯まるっていう風になりますんで、70% ですね、ANA マイルに交換することができますんで、ANA マイル還元率は 1.05%。またね、この ANA Pay をですね、そのまま使っていただいても、プラスね 0.5%、ANA マイルがね、溜まるっていう風になりますんで、ここでね 1.55% ANA マイル還元率ですね。で、このね ANA Pay っていうのはトヨタウォレットにチャージすることができますんで、こちらをね経由していただくと、まあ同じようにね 0.5% は取れるんですけども、さらにねこっからギフティ、先ほど言ったねギフティで、ドンキーギフト券をですね Apple Pay で購入していただいて。で、それでもね、残高ずっと統合してっていただいて、最終的にね、楽天キャッシュを購入していただいて、それで、さらにね、楽天ペイで支払っていただくと、さらにね、
楽天ポイントがね、1% 還元取れるっていう風になりますんで、ANA マイル、JAL マイル還元率ね、まあこれで 0.5% 上乗せできるっていう風になりますんで、ANA マイル還元率ね、2.05% で、こちらね、利用することができていたわけなんですけども、残念ながらですね、今回ね、ここが、封じられてしまったっていう風になりますんで、今後はですね、こういったルートになりますんで、ANA マイル還元率はですね、すいません、こちら楽天ペイ払いじゃないですね。最終的には、トヨタウォレットですね。トヨタウォレットか、まあ、スイカ、まあ、どっちかにはなるわけなんですけども、このね、マジカドンペイのね、ルートがね、全部なくなってしまったっていう風になりますんで、ANA マイル還元率ですね、0.5% 下がってしまうっていう風になりますんで、1.55% っていう風になるんですよね。で、トヨタウォレットね、経由していただくとですね、さらにね、1% 重ねられるっていう風になりますんで、まあ、トヨタウォレットの還元がね、さらに 1% 取れるっていう風にはなるわけなんですけども、まあ、今後はね、これが最大還元率っていう風になるんですよね。まあ、2% ね、取れてたっていうのはね、本当に、まあ、楽天ペイ払いでしたけどもね、かなりね、優秀だったわけなんですけども、1.55% までね、還元率は落ちます。まあ、こちらね、上限がね、なく 1.55% 貯めれるね、ANA マイル還元率ってね、かなりすごいですので、まあ、これだけでもね、かなりすごいんですけども、まあ、今までね、2% をね、上回ってたわけなんですけども、まあ、それがね、下がってしまうって聞くとね、やっぱりね、ちょっと残念な部分ではあるんですけども、まあ、今後はね、こちらが、マックスっていった形になります。ですので、このね、T カードプライムね、発行された方は、マジカドンペイルートがですね、利用することができなくなったっていう点はですね、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。今後はね、ANA ペイで最後締めていただくか、もしくは、トヨタウォレットね、経由して、ID かね、カード番号決済とかね、もしくはモバイルスイカ系でね、利用していただくっていった形になります。で、毎回言っておりますけども、この ANA ペイからね、トヨタウォレットっていうのは、まあ、今月に入ってね、私は試させていただいてチャージすることができているんですけども、このね、ANA ペイからトヨタウォレットね、できない人がね、まだいらっしゃるということで、これね、私もね、理由がわかんないんですけども、まあ、私はね、数日前にやってね、利用することができましたので、ちょっとね、原因はわかんないんですけども、一応ね、できない方もいらっしゃるっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。それでは次にですね、影響が出るポイントはね、一番の影響はこちらですよね。私もね、非常に利用させていただいておりました。このね、ギフティっていうサイトで Apple Pay 決済でですね、こちらね、このマジカドンペイをね、購入していただくんですけども、このルートで何が良かったかっていうと、アメックスのね、還元が 100%、まあ 1% 還元ね、ちゃんと取れていたんですよね。ですので、ANA アメックスでも、アメックスゴールドでもね、100円で1ポイント取れますし、マリオットアメックスプレミアムカードであれば、100円で3ポイントね、還元取れるわけなんですけども、それがちゃんと取れてたんですよね。まあ、このアメックスのチャージ系とかね、このルート系っていうのは、本当にね、1%、ちゃんと還元が取れるルートって本当にないんですよね。ですので皆さんね、結構駆使してね、探しているわけなんですけども、このルートがですね、利用することができたっていうのがですね、非常に大きかったわけなんですけども、まあこのルート自体はですね、もう完全にね、利用することができなくなるっていう風になりますんで、もうここがね、封じられておりますんでね、ここね、このルートはね、使えなくなるっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。いやー、非常に残念ですね。私もね、ちまちま購入して、統合してね、この楽天キャッシュね、買いに行ったりしてたんですけども、いやー、残念ですね。それでは次にですね、では今後ね、マジカドンペイギフトカードをね、購入で、投資信託ね、利用してた方は、まあ、どういった感じで利用していけばいいのかっていう話なんですけども、まずね、iPhone の方に関しては、こちらがね、MAX のルートっていう風になると思います。アメックスから、au pay prepaid にチャージしていただいて、そこからね、1もしくは7個で、もしね、ミニストップが近くにある方は、ミニストップでこの楽天バリアブルカードを1オン払いで購入してください。そうするとね、ワオンだとね、ここで 1% 還元ね、取れるっていう風になっておりますんで、こちらね、私まだ毎月ね、やらせていただいておりますけども、ちゃんと取れてますんで、まあ、今月もね、もうちょっとしたら買いに行くんですけども、多分まだ取れると思います。で、投資信託ね、利用されたい方は、こちらでね、1月5万円まで投資信託ね、利用していただければなと思いますし、まあ、楽天ペイで利用できる方いらっしゃるのであれば、まあ、楽天ペイで決済していただいて、またね、税金とか、ね、請求払い、利用することができる方は、こちらで利用していただくのも OK です。もし
しね、ミニストップが近くにないよっていう方は、まあ、セブンイレブンでね、楽天バリアブルカードね、購入していただくと、まあ、こちらね、還元は取れないわけなんですけども、同じルートね、ルート組めるっていう風になりますんで、まあ、こちらがね、を詰めていた形になります。で、還元としては、アメックスのね、還元が 0.5% 還元ですね。こちらね、一月5万円までしか利用することができませんので、この au pay prepay ですね。この点はね、覚えておいてください。で、ワオンはですね、ここでね、1%、ワオンポイントがね、取れるっていった形になります。で、このね、楽天ペイで利用される方は、さらにね、0.5% 還元。まあ、これは楽天ポイント 1%、通常ポイント取れるっていう風になりますんで、まあ、こういった表記にさせていただいておりますけれども、まあ、最終的にはですね、アメックス 0.5。で、ワオンだったら 1%。で、セブンだったら0っていう感じですね。で、最後、楽天ペイで利用していただくと、プラスでね、0.5% が取れるって言った形になります。まあ、こちらマックスで取ると、1.5% の、まあ、2% っていう感じですかね。まあ、これもね、ミニストップがあったりなかったりでね、利用できる方が変わると思うんですけども、このルートもですね、ぜひね、活用していただければなと思います。まあ、私もね、今後またね、このルートに戻るかなっていうところなんですけども、まあ、還元率がいいんでね、ちょっと時間がある場合は、こっちをね、利用したいなっていうところですね。で、時間があればっていうね、今話をさせていただいたと思うんですけども、こちらね、Android スマートフォンをね、利用されている方は、まあ、こっちをね、利用していただければな、なんていうふうに思うんですけども、こちらね、Android の方しか利用することができないんですよね。まあ、先ほどのルート iPhone だけ、こっちがね、Android っていうふうになるわけなんですけども、Android のね、スマートフォンを利用している方は、このルートがね、利用することができるんですよね。ちょっと前ね、動画にしましたけども、未だにね、ここはね、iPhone 通ってないんですよね。ですので、Android スマートフォン持ってる方はですね、このルートのね、一番いいのはですね、自宅で完結するんですよね。だからもう家の中でね、もう全部終わらすことができるっていう風になりますんで、まあこちらね、利用できる方はぜひね、Android スマートフォン持ってる方で、このルート組める方はですね、全部ね、自宅で完結して、投資信託にね、利用することもできるっていう風になりますんで、こちらがね、おすすめっていた形になります。やり方自体はですね、以前ね、動画出しておりますので、まあ、そちらね、概要欄に貼っておきますんで、ぜひね、参考にしてください。還元としては、0.5% アメックスが取れて、キャッシュ 0.2% ですね。で、ANA Pay で、ANA マイル還元率 0.5%。で、ここはね、還元なしっていた形になります。で、楽天キャッシュになりますんで、もしね、楽天ペイで利用できる方は、プラス 0.5% 取れるっていう風になります。っていう風になりますので、まあ、このルートがね、まあ、一番おすすめ、Android スマートフォン使ってる方はですね、おすすめって言った形になります。私もね、まあ、こっちかっていう風になるわけなんですけども、還元率自体はですね、こっちの方はね、やはりね、和音で 1% 取れるっていう風になりますんで、時間があればこっち、なければこっちみたいなね、まあ、こういった感じになりますかね。で、次にですね、こちらも Android の方限定になってしまうんですけども、ANA のね、クレジットカードでもこのルートね、組むことができるっていう風になりますんで、ANA のね、ライフソリューションとかね、狙ってる方で ANA のね、メインカードを変えられないっていう方は、まあ、このルートね、利用していただくと、ANA カード使ってますし、ANA Pay も使ってますんでね、ダブルカウント入ると思いますんでね。で、またね、Android スマートフォンの方じゃないと、このルートね、組むことができないって言った形になります。まあ、iPhone の方もね、ここまでだったら利用することができるので、まあ、ライフソリューション狙ってる iPhone の方であれば、まあ、ここでね、トヨタウォレットとかね、ANA Pay で締めていただければいいんですけども、もしね、楽天キャッシュまで行きたいっていう方は、まあ、Android スマートフォンじゃないと、利用することができないって言った形になります。まあ、こちら ANA のね、ゴールドカードでやると、ANA マイル還元率が 1.5%。さらにね、ここで 0.5% 取れるっていう風になりますんで、最大で ANA マイル還元率は 2% 還元。で、キャッシュの還元が 0.2% 還元取れるっていう形になります。で、ANA ビザプラチナプレミアムカードであれば、ここはね、1.5% になって、ここで 0.5%、ここで 0.5% っていう風になりますんで、このカードは本当に強いですよね。2.5% 還元、ANA マイル還元率取れるっていう風になりますんで、結構ね、とんでもない還元率だね。ANA ビザプラチナプレミアムカードね、年会費8万円ぐらいすると思うんですけども、利用しようと思えばですね、このルートもね、組めるって言った形になります。ですけども、先ほどから言っている通り、ね、このルートは、Android っていう風になりますんで、iPhone の方はね、ここで締めていただく必要がございますんで、この点はね、覚えておいていただければな、なんていう風に思います。
まあこういった感じですかね。まあ本当にね、このアメックスをね、この iPhone 開通すればっていう感じで作らせていただいたんですけども、これですよね。このルートがね、通ってくれれば非常にいいんですよね。アメックスから aupay プリペイドで、aupay プリペイドから ana pay で、ana pay から楽天エディで、楽天エディから楽天キャッシュ、これがね通ってくれればね、アメックスね、あの iPhone 使ってる方もですね、非常にね楽になると思うんですけども、ここがねなかなかね iPhone の方がね通ってこないっていう風になりますんで、これがね開通するのをね本当に待っているっていう感じなんですけども、これはねまだ利用することができませんので、開通すればですね、今後ねこういったルートもね組めるっていう風になりますんで、この点はね覚えておいていただければな、なんていう風に思います。ということで、ギフティでですね、ドンペイギフト券がですね、購入することができなくなってしまいましたということで、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやね、インスタグラム等々でですね、結構ね、DM とかをいただいて、このルート利用されてる方もね、いらっしゃったっていう風になりますんで、まあ、お得系の方の方がね、このルート使ってる方多かったと思うんですけども、まあ、アメックスからのね、チャージで満額ポイントが取れるということで、私はね、めちゃくちゃ使ってたんですけども、いや、残念ながらね、塞がれてしまった。まあ、再開するのはね、まあ、あったとしてもね、Apple Pay のね、購入は多分できなくなるんじゃないかな、なんていうふうに思うんですよね。いや、ちょっとね、残念ではありますけども、こういった形になりますんで、ぜひね、覚えておいていただければな、と思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいな、と思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。